ちは。四ツ谷山登りです。今日はパッキングの動画になります。はい今回は3泊4日の、北アルプスのテント泊重装です。はい、いいね。うん、ちょっと天気がまだ微妙なところなので悩んでる部分もあるんですけど、まあ、一旦ちょっと普段いつも使ってるものとかも含めてギアを並べてみたので、はい、ちょっと一個ずつ見ていきたいと思います。はい、じゃあ紹介していきます。はい、はい、ではまずザックから紹介します。こちら2人分まとめてご紹介です。ドン、バランテパックです。はい、こちらが、はい、白がですねデザートパックっていうタイプで、生地が分厚い生地を使っているタイプで容量も少し大きいものになります。うん、これは私のものです私のザックです。はい、なんで S サイズになっております。 S サイズですけど私も使えます。はい、はい、でもう一個がずっと使ってます。こちら、パランテパックの V2 というモデルになってます。はい、パランテで一番こう中心的な、はい、定番というか、うん、はい、ロングハイキングを歩くためのバッグで、生地はですねグリッドストップのナイロンになっていて非常に丈夫な生地を使っています。こちら、はい、はい、です。でとパランテの特徴を簡単にお話ししますと、まず UL ポイントでいうとフレームレスのバックパックになっているので、うん、こんな感じで非常に軽量な作りになっています。それから、パランテは UL バッグの中でもポケットがすごく多くて、うん、まずこの前に2箇所もうすでにポケットが備え付きであります。はい、それからサイドポケットもかなり大きいポケットがついているのと、この、UL パック特有のこのフロントのポケットですね。うん、そしてパランテはボトムにもポケットがついてます。うん、なので歩きながらこう手を入れてここに行動食とか入れて補給できると、うん、そんなバッグになっています。はい、はい、かっこいいよね。最近この2つですね、はい、パランテこちらですね。はい、はい、続いてこちらトレッキングポールです。うん、はい、ローカスギアの CP3 というトレッキングポールになっております。はい、はい、こちらはトレッキングポールとしても使いますし、シェルターのストックとして2本とも使えます。うん、でカーボンでできてる、非常に軽量になってます。そうだ、これはね1人1本ずつ持っていきます。はい、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 続いてこちら、これも同じものですね。 SOL のエマージェンシービビーです。はい、こちらは、まあエマージェンシー的な役割ですね。まずは、まあ、万が一危険な目に遭った時はこれをかぶって救助を待つというエマージェンシー的な役割と、はい、それからシュラフカバーとしても使っています。もうずっとこれは使っています。うん、それ結露を防止してくれます。そしてザックの中にこれを入れて、この中にこれをザックの中に入れてですね、この中に荷物をこう入れてるんでザックの中が防水になるというパックライナーとしても使ってるんで、エマージェンシーとシュラフカバーとパックライナー3つを兼用してくれています。はい、以上。これも1人1つん？これも1人1つだよね。こちらは1人1つずつです。はい、はい、続いてこちらがスリーピングパッドです。はい、山と道の UL パッドの15プラス、うん、はい、こちらはスリーピングパッドとザックのフレームとしてこれをザックの中にそのままボコッと入れてこの中に荷物を入れていきます。うん、なのでザックのフレームになって、これフレームレスなんでね、これが背中にこう当たるのと、寝るときはこれを広げてスリーピングマットとして寝ます。はい、はい、マットはですね、エアーではなくてこのなんていうのフォームパッド派でございます。はい、まあフロアレスとかだとこれをそのまま外にベロって出して、ね、石の上から座ったりするんで、でも全然丈夫ですね。ね、もうずっとこれも使ってるけど、うん、いいです。でめちゃくちゃ軽いんでおすすめです。あとあったかい、あったかいね、触った瞬間あったかい。最初サーマレストの
Z ライトソルを使ったんですけど、パタパタの、うん、ザックのフレームとして使いたいんだったらこの折りたたみ式じゃなくて、うん、こっちの方がこのままズボッて入って、うん、バックのバッキングの形も整うし、まあ、これすごく軽量であったかいですね、サーマレストより、うん、であのアコーディオン式だとこの折れ目のとこが若干こうコールドスポットの冷気が入りやすくなったりするけど、うん、これだと全くないんでおすすめですね、はいはいはい、こちらも一人一つずつザックにフレームとして入れて持っていきます、はいはい、じゃあ続いてこちらのシュラフを紹介します。はい、こちらが、モンベルのダウンハガーシャープ3番ハーフレングスということで、ここまでダウンが入ってます。ハーフレングスというんですけど、まあ、3分の2ぐらいダウンが入ってて、本当だったらここにダウンがあってこの分重量が上がるんですけど、まあ、その分軽量化されています。でここまでがダウンで、ここがこのペロペロの生地になっていて、一応ここで絞れるようになっています。冷気はここでキュッと収められます。で意外と結構ね体も入るよね、しっかり120センチなんでしっかり入ります。なんで軽量化されているというところと、これはですねちょっと気に入ってるポイント、この下にチャックがついていますので、ここは開けられると、うん、まあ、換気ができるということと、着てみていいですか。はい、どうぞ。ちょっとあの下が開いてるんで足がこう出せます、うん、はい、こういう感じで椅子に座りながらこんな感じのスタイルもできます。だからあの前私ダウンパンツを忘れたことがあって、うん、これでどうにかな、こんな感じです足生えてる少しなら歩けます。いやこれ便利だよね、うん、っていう、なんて言うんでしょうね、普通の寝袋にない用途、まあなかなか寝袋に、まあ、こう一回入ってしまうとこう置けないと思うんですけど、足出してこう足を投げ出したり、うん、まあ、そういう使い方をしたりもできるのと、あと出入りもしやすいですね、はい、そんなところがお気に入りです。はい、なんかコンパクトでね、意外とあのフードをかぶんない時とかありますからね、夏は特に、ね、頭までのシュラフでも、うん、でこちらがですね、はい、まあ、天場で着る防寒着ですね、はい、こちらがエンライトエクイプメントのエイペックスジャケットです。化繊のジャケットになっております、はい、でこちらがマイクロパフジャケット、これも化繊のジャケットになっています、はい、先日ご紹介しましたね、うん、はい、この辺りは正直持ってかなくてもよかったりもするんですけど、なんかまあエマージェンシー的な役割と、うん、やっぱ安心感と、うん、なんだかんだこれダウンとかインサレーションを持っていきたいですね。まあ、あるだけでね安心っていうの、うん、はい、なんかあった時怖いですか。そうで化繊なんで、あの濡れにも強いです、うん、ダウンと違って結構気に入ってますこれは、うん、私のウェアを紹介していきます。ウェアというか小物ですね。ではまずこちらハイテールデザインのファニーパックです。ウエストポーチですね、はい、ハイテールデザインのアメリカのブランドで DCF にこう照射するこれかっこいいですね、はい、これはですね中が、2機質になってまして、この中の、ね、この内側ポケットになっているので、ここにマスクを私は入れてます。あとはサングラスとか手ぬぐいとか小物を入れて腰に巻いてすぐ取り出せるようにしています。いい、はい、かっこいいですね、はい、続いてこちらサングラスジーンズです、はい、この薄いレンズが気に入ってます。やりすぎない感があっていい感じです。続いてこちら大転送の DCF ポーチ、ウォレットです。これはね、大転送でしか買えない、うん、財布です。結構中もたくさん入って、お財布とか、
カードも今6枚ぐらい入ってます、うん、はい、こちらです。続いてこちらが手ぬぐいです、はい、蝶形毛ヒュッて、うん、これ結構初期の方に変えました、はい、後ほど紹介するこの辺のウェアと合わせて色味をチョイスしてます、はいはい、続いてこちらインジンジの5本指ソックスです。これは天場でリラックスするときに履いたり、まあ、メインソックスが濡れたらこれに履き替えます。ルナさんを履くんで5本指マストで持ってってます、うん、でこれが行動中にいつも履いてるポイント6のウールソックスです。ちょっと生地厚めが好きで少し厚めのやつを使ってます。ウールなんでずっと履いてても匂いがしないんで重装中これ1足でいけちゃいます。はい、はい、匂いしないです本当に、うん、おすすめです。ウールは続いてこちらがウェアですね。まずパンツですね。大和道のライト5ポケットショーツです。ライトなんで非常に軽くて速乾性があって気に入ってます。少し古いモデルなんですけど逆にこのウエストがゆったりしてて好きです。2019年生だったかな、はい、これをメインで行動中に履いてショーツ派ですね山では。はい、でトップスがこちらです。アイスブレーカーのネイチャーダイ、うん、ブルーベリーです。ブルーベリー、こちらはウール100かな、100だったと思います。嘘つきました、ウール87です。87なんですけどウールは本当に匂いがしないんで、うん、持っていく服が本当に減りますね。そうだ、ポリの時はですね T シャツ何着もやっぱ持ってたんですけど、うん、ウールになってからこれずっと着て匂い全くしません。そう、はい、こちらがですね同じくアイスブレーカーのロンティーですね。はい、ポケット付きのものになってます。僕結構このポケット付きが好きで、こっちの T シャツもなんですけど、うん、ここにアイスブレーカーの製品はあんまりこれやると良くないんですけど、サングラスを通すここにねこれがあるんで、ここに入れるとサングラスが揺れないんですよね。うん、これがあるんでなんか言っても山行くと森の中入ったりしてサングラス取りたい時あるんで、うん、これあるとすごいね便利で、こっちもかな、こっちもここにあります、あるんで遅いサスティング、そうこれがないと中でこう動いちゃうけど、うん、ピッてここのね支柱が決まるんで揺れないと、うん、ちょっと話脱線しましたけどあのポケット付きが好きでよく着てます。でウールのロンティーは削れるっちゃ削れるんですけど、うん、まあ、の着心地がやっぱり気持ちいいんで、このねウールにやっぱり歩いた後は袖を通したいという感じで大体持ってってます。なんで、まあ、行動中はこの T シャツを着て、うん、転売ついたらこれ脱いで、うん、これをザクッと着ると、はい、であと寒い時はこれ着る上から、うん、アルプスでも秋とかになると朝寒いんで、うん、行動中は最初はこれ上に来て歩いてちょっと温まってきたらこれ脱ぐみたいな、そんな感じでやってます、うん、はい、はい、でこちらは大和道 DW5 ポケットパンツですね、うん、のなんかブラウンです。うん、はい、これも正直なくてもいいんですけど、うん、寝るときに履くズボンですねこれ主にと、朝行動するときに寒かったとき用、うん、ちょっと限定的、あと天板についたときか、限定的、うん、だからまあ削れるっちゃ削れるけど快適性のために持ってっているって感じです。これの代わりにライトアルファタイツを持ってったりもします、うん、でもまあ寒いときにこれの上に、朝はこれを例えば上からガボってきちゃって、うん、これの上にこれ着てこの状態で歩いてて暑くなってきたら下脱いじゃって半ズボンにして半袖にして歩くみたいな、うん、そんな使い方もしたりしてます、はい、こちら DW を選んでる理由がありまして、うん、まあ、ライトと DW と普通のタイプがあるんですけど、普通のだと暑がりなんで暑いです、うん、でライトはなんか引っ掛けたら破けそうで、うん、嫌なのと、天場で履くパンツにしては少しなんか足が肌寒い時があるんで、うん、DW
これね、すごいちょうどいいです。長期で行くときはやっぱりこのバランス取れたパンツが一番この汎用性が高い。で冬でも結構これ1枚でも足寒くなかったりするんで、うん、で言ってもショーツで動いてザックの中にいる時間も長いんで、そんなバランスがいいこの DW を愛用しているという感じです。はい、長くなっちゃいましたけど、はい、でこちらですね、続いて OMM のコアベストです、うん、これは前回動画でご紹介しましたけど、これベースレイヤーで持っていきます、はい、なんでアイスブレーカーの T シャツの中に着ます、うん、でプリマロフトアクティブという素材を使っていて、とにかく着心地がいいです着心地がすごくいいです。うん、うん、で今までミレーファイントラック使ってたんですけど、締め付けもない、うん、で乾く着心地もいい、いいね、うん、ということで最悪そしてこれ1枚でも行動できるんで、めちゃくちゃハイクアップする、あの登るときはショーツとこれでも登っちゃいます、うん、はい、ただちょっとなんかランナーみたいな感じになっちゃうんで、あのこれでちょっとマチ感をプラスという感じですね、はい、ちょっとなんでちょっと贅沢です、うん、衣料品は、うん、はい、続いてこちら UL シャツです、はい、大和道、はい、これあのちょっと前のやつなんですけど、うん、最新のシャドウリップの前かな、パーテックスカンタムウェアか、はい、これはこの質感がなんか好きで、うん、はい、これを持ってきます。これもなくてもこれどっちかでもいいかなっていう気はしてるんですけど、まあシャツ着たい時もあるなみたいな、うん、これがだからちょっと贅沢品かな。そうかもね、うん、これなしでこれでもいいかな、うん、かシャツなしのこれ。でもなんか絶妙にこのちょっとシャツをこう着るのがちょうどいい気温の時がある。わかるわかる、うん、まあ、ちょっと贅沢なんですけど、うん、万が一雨でこれがびちょびちょになったりしても、まあ、着れるようにね、これコアの上にこれ着てもいいし、すごい、でいろんな組み合わせができるようにしてます、はい、うん、はい、で続いて帽子ですね。帽子は G-PAX のキャップになってます。これはこの間アメリカからね、はい、到着しました、はい、まだ来たばっかりなんでそんなに被ってないですまだ綺麗だこれでどんどん色が出てきます ね、このレザーがね、うん、で意外とこうメッシュになったりするんで、うん、はい、いいかなと思います、はい、なんでこのシャツにこの帽子に普通にこの長ズボンとかしたら普通に街でも、ね、うん、変じゃないかなっていう感じで、うん、下山した後はね街も楽しめるかなと思っています。でこちらがですねシューズです。シューズはこちら、ちょっと汚くてすみません。ホカオネオネのスピードゴート4です、はい、これはもういつも使ってまして白、うん、あの愛用しています。なんか白いギアってやっぱ軽快な感じがするのと、うん、アウトドアの靴派手なのが多いんでなんか映えますよね白は、うん、はい、でこれにしました。かわいい。で私はホカが好きですちょっといろいろ試してみたいんですけど今のところホカ、うん、ふわふわとこのなんか走れる感じがいいですね、うんうん、なんか程よいバランスが、はい、衣類の軽量化のポイントとしては T シャツ、これはこのウール1枚、半袖 T シャツ1枚しか持っていきません。で靴下も基本的にはこのウールのソックス1つ、基本はこれでずっと着たまんまです。ズボンもただまあこれが雨がすごい降ってきてこれが仮にびちょびちょになっちゃいましたとかっていうリスクもあるんで、この天場のリラックス用のこういうロンティーとかをこれが濡れちゃったらまあこれ着て行動してもいいしっていう感じで、うん、まあ、T シャツを何枚も持ってって防寒着も持ってってっていうんじゃなくて、基本は T シャツは1枚、靴下は1枚、うん、ただまあ靴下はそうですね、万が一濡れた時の予備っていうのは1個だけ持ってってるけど、これも天場のリラックスソックスと兼用になってるんで、まあ、それぞれリスクもあるから、うん、そこも踏まえてって感じ、うん、なんでウールをチョイスするとこれが1枚ですなっていう、うん、ほとんどこれを着てますね。だから、はい、はい、続いてこちらがサンダルですね、ルナサンダルのベナードです。これ一番薄いタイプの、ソールが9ミリぐらいのタイプでロードとかを走る用のサンダルになってるんですけど、ビブラムソールを使っていて、
まあ、岩場とかでも、ね、危なくないし、うん、天場でリラックスするときにもすごく軽量で薄くなるんで、ザックの脇によくザスと刺して持っててます、うん、はい、サンダルはマストですね。で一応あれだもんね、靴の、うん、予備にもなる、予備ってことで、うん、最悪これがぶっ壊れたらこれで下山できます、うん、はい、そういうようにしてます。こちらがですねレインウェアです。ずっとこれを使っていて、レインウェアはですねずっとザックの中に入ってることが多いんで軽いに越したことはないと思います。ストライクトレイルフーディーですね、ノースフェイス、うん、ちょっと透けちゃうぐらい薄いんですけど、うん、ちゃんと防水と透湿性は高い、うん、ってなってます。雲の平に重装に行った時に雨にすごい降られたんですけど大丈夫でした、うん、だから正直これがあるんでこの辺の UL シャツとかなくてもウィンドシャツ的な、ね、これで全然しなやかなんで全然着れるんですけど、なんか着心地と山でシャツが着たいっていう、なんか削りすぎるとその辺の、ね、その辺のそう良さがなくなっちゃうんで、あのブラストってやってますっていう感じですね。でこれがパンツ、レインパンツはモンベルのバーサライトパンツですね、はい、これはめちゃくちゃ軽くて軽いよね。レインパンツってほとんど履く資金がないんで、上は、ね、あるってもね下はないっていうか、うん、そう。だこの辺もこの DW なくても寒い時これの上にレインパンツ履けばいいじゃんっていうこともあるんですけど、まあこれあった方が便利でしょみたいなところで、うん、入れてるっていう感じですね、はい、でこれはザックのすぐ取り出しやすい位置に入れてます、うん、はい。でレイン系だとこのまま紹介しちゃうと、これが、エヴァニューの多分折りたたみ傘って一番軽いんじゃないかな、この傘が。これを持ってきます。でも実際持っていくときはこのカバー取っちゃいます。あのこれいちいち雨降ってこれどこ行ったってなの嫌なんで家に置いてっちゃいます。そうなんだ私は持ってってたこれあの普段使ってるんで今カバーに入ってます。そうそう、いらないからね、うん、でこれがザックカバーです。はい、ザックカバーはゴミ袋のやつで、一応広げますか、こんな感じで、うん、まあ、このザックの上からこうかけてこんな感じですね、うん、はい、これはもう最低限の雨よけ。実際これはその大雨降って下山した時にも北アルプスで使ってみました。うん、使ったよね。もう思った以上に効果的で、これで十分な防水ができたかなと思います。まあ多少ね濡れる部分はもちろんあるけども、うん、うん、ここに紐がついたんでつけてるんで、紐でザックの裾にこうくるくるってこう結んだりして固定してます、うん、はい、はい。ただあんまりにも風が強いところではこういうのは危ないんで、ね、まあ使うシーンと場所によるかな、天気とね、うんうん、ただ基本はザックの中で、ビビーを使って防水してるんで、まあ使用頻度ほとんどないんですけど、うん、定置とかでザックがびちょびちょになるとザックの重くなっちゃうんで、うん、これを使ってます。でも小物台だから降りる時はずっと使ってたよね。使った、はい、風とかと相談して使うようにしてます。はい、はい、という感じで、私のウェアになってます。はい、はい、少し贅沢になってます。削ろうと思えば削れます。うん、はい、じゃあ私の小物とウェアも紹介していきます。はい、まずは小物から。これはサングラスです。アイボルっていうサングラスを使っています。はい、はい。で、財布は同じく大転送の TCF 素材のもの、ポッチを使っています。私は緑です。いいよね、緑キューベンもいいですね。ね、いいよね。これちなみにもう一個緑あります。3つ買いました3つも買っちゃった。はい、で、ここにリップクリームとかも一緒に入れてあります。はい、はい、日差しがね、だいたい唇が痛くなるんで大事ね、日焼け防止。そう、はい、次が手ぬぐい。私は結構手ぬぐいをよく使うんです、汗っかきだから。これ今回はちょっとこの間三ツ俣山荘で
買ったばっかりのこの可愛い色合いの手ぬぐいを持っていこうかなと思います。初、うん、いいね。結構ね、帰りの温泉とかでも使えるし便利です。なんだかんだ手ぬぐいは買うようになったね。結局めっちゃあるよ ねはい、続いてこちらです。インジンジンの5本指ソックスです。はい、これはウールだよね。ウールです。ウールでそんなに厚くない靴下なんですけど、まあこれであのアルトラのローカットシューズで使うようになって結構重宝してます。これのおかげで足が痛くならないっていう、あとウールなので匂いもしにくいっていう感じです。私はルナさんじゃないので5本指ソックスじゃなくてもまあいいんですけど、まあ、でも多分5本指の方が足の踏ん張りとかいいのかもしれないっていうので一応これを使っています。はい、続いてウェアです。ウェアはじゃあこれ、もうこれはもうこればっかり履いているんですけど、でもあと道の DW5 ポケットパンツ一緒ですね。同じです。はいはい、DW がバランスがいいよね。うん、あとなんか夏だと普通に5ポケットパンツも持ってるんですけど、やっぱこの薄さちょっといいかなって思って、とりあえずこれを、まあ秋になった普通の5ポケットパンツもいいかなとは思います。はい、という感じです。軽さと耐久性のバランスがグッドです。グッド、あと普通に可愛い色が、はいはい。でパンツもう一個持ってきているのがパタゴニアのバギーズショーツです。はい、前はこれにタイツで登ってたんですけど、まあ、ちょっとロングパンツで歩いてるので、まあ、これは一応予備のパンツという感じで持っていっています。これいつ履くの？あんま履かないね、予備パンツって感じ。まあ、万が一これがすごいなんかないけどね、まあ、どうしようもなくなったり、どうしようもなく切り裂けたとかわかんないけど、ね、ないんだけど、まあ、なんかびちょびちょになっちゃったとかだよね。そう、なんかどうしようもない時に予備で一応持ってってるってことだ、うん。まあ、あと夏でものすごいテント場が暑い時とか、まあこれ履くのか。うん、でも今年はそれ一回もやってないね。うんうん、まあ、なくても削れるっちゃ削れるけど、うん、まあ一応昔はもう全部この着替え忘れたことがあるのではい、でもそれがきっかけで私結構ウェアは削れるようになったかも。なくてもやっていけるんだって。もっといっぱい持ってってたもんね。めっちゃ持ってってた。下着とかも結構持ったり、うん、持ってったり、持ってきすぎちゃうんですよね。 T シャツを2枚とか持ってってたりしてたので、うんうん、そう、なるほどね。一回忘れてみたらいけんじゃんってなったっていう。忘れてみるとはい、はい、です。で、続いて T シャツです。 T シャツもウールです。これはアイスブレーカーです。これはちょっと他の動画のこの間買ったばかりのギアのところで紹介したんですけど、これもウールが多分87の、ものになります。ちょっとボーダーがあると可愛いかなと思っていいよね。うん、はい、続いてこちら、スマートウールのロンティーです。はい、これはテント場で主に使用してるんですけど、うん、たまに日差しがすごい強い時とかはこれをもう着て、うん、歩いてます。日焼け防止にもなる、うん、なんかこれもゆったりめで袖も身幅も、まあ、メンズのエスなんで、うんうん、ゆったりしてて結構どんなシーンでも使いやすいかなと。そんなに暑くないのでちょっと透けるぐらい、だからこれを着て行動もできるという、うんうん、もちろんウールなんで匂いもせずという感じです。このスマートウールのこれがいいですよね。ここのカラフルな、これ着るときにテンションが上がるのと、これ干せるようになってるんですよね、うん、カラビナとか引っ掛けて、まあ、はい、そんなことしないんですけどそんな工夫もいいです。しかもここさ、ゴムなんだね、知らなかった。はい、いいよね。感じです。いいよね。ウールのロンティーは着心地もいいし、いや最高、行動中も着れるしいいよね。うん、結局持ってっちゃいますね。そうそうそう、まあ、減らせるけど持ってっちゃう。あ、そう、前私ポリエステルのロンティー着てたんです。全然やっぱウールの方が着心地が良くてさ、なんか天場とかでのリラックス感も全然違うね。うん、はい、そんな感じです。はい、はい、じゃあ続いてこちらです。
これはフーディヌのコーンフィッシングハットという帽子になります。はい、まあ、これ他の動画でも紹介してるんですけど、結構つばが広くて日焼けがすごくしにくくなりました。後ろも前もしっかりしてるので首も顔も日焼けが防止できるっていう感じです。うん、紐も細くておしゃれですね。このつばとここの生地感が全然違うので、こうくるくるくるってやってこんなちっちゃくなるので、うんうん、私結構ザックにボンってザックのフロントのところに入れたりしてます。これもすごく便利アイテムですね。はい、じゃあウェアはこんな感じなんですけど、じゃあ本当に少なくてこれしか持ってってないです。これ最低限って感じだね。そうだね、このショーツいらないかもね。だからこのショーツはマジでいらないかも。でもこれないと、まあでもパンツもなんとかなるもんね。うん、別にそう、これなかったら別にショーツで行動したい派じゃないしね。そうなんだよね、ロンパン派だったらいらないよね。うん、でも私はショーツ派なんで防寒のロンパン欲しいんだけど。そう、うん、ロンパン1個でもいいのかな。でも全然いいと思う。本当？うん、じゃあ今度からそうしようか。うん、じゃあ次靴です。靴はアルトラのローンピークを使っています。ローンピーク5だね。はい、5です。うん、これはかなりの UL になってるなっていう実感があります。やっぱそもそもやっぱりミドルカットの靴履いてたんですけど、それと比べたら全然やっぱこっちの方が軽いので、うんうん、なんかこういつもサンダルで、これは手で持って登山口まで行くんですけど、その時のやっぱ重さが全然違うなっていつも持ってて思います。はい、次サンダルです。サンダルはテバのサンダルを使っています。これはもう元々別に登山とか関係なく使ってたサンダルを、まあ、持っていって使ってるっていう感じです。まあ、この紐がぺちゃんこになるから、まあ、なんか持ち運びしやすいかなと思ってこれをずっと使ってるんですけど、まあ、別になんか軽量とか意識してるわけじゃないものなので、私のギアの中ではちょっとここ軽量がもうちょっとできるポイントかなって今は思ってます。はい、サンダル究極いらないから ね、まあ、ねトレランシューズだと特に、まあ、でもサンダルどこまで削るかって話ですね。いやでもテントばついた時のサンダルめっちゃいいよね。気持ちよさ、気持ちいいよね、裸足で。はい、まあ、そういう感じです。靴はそんな感じです。ロンピーク、うん、これは荷物を軽量化してこそのロカットですね。そうだね、はい、重いと無理だね。こちら次が、レインウェア系です。これはさっきのと全く同じなんですけど、私もストライクトレイルフーディーのウィメンズの S だったかな、 S でしたを着ています。はい、はい、まあブルーなので白と比べると全然透けないです。はい、でこれも本当にさっきと同様ですけどすごく軽くて、私はあんまり硬くて着心地が悪いのあんま好きじゃないんで、通常のレインはあまりなんですけど、これだったら行動中もよく着るようになりました。はい、行動中も積極的に着れるよね。そう、軽くて、うん、でパンツもこれも同様でモンベルのバーサライトパンツです。はい、まあ、これはほぼほぼ使うことはないんですけど、でもやっぱそれだからこそ軽いものっていうので結構軽量化できてるポイントかなと思います。はい、はい、で傘、これも色違いでエヴァニューの傘になります。はい、はい、じゃあウェアとかその辺は以上という感じです。でこちらのレインウェアはあれですね、上下ですごく軽量なんで、もともとストームクルーザーモンベルのやつを着てたんですけど、まあ、あれの方が稜線に出た時の風がすごい強い時とかはね、うん、しっかり風を守ってくれる感じはあるんですけど、結構レインウェアで重量すごく変わるんで、天気がまあ雨降んないだろうなっていう時とかはやっぱりこういう軽いウェアを選んで、
行動中も保温着としてしっかり着たくなるようなこのしなやかなウェアにしておくと、うん、ね、行動中も着れるし、うん、レインだけの用途に限らなくなるんでいいと思います。最初にアルプス行き始めた時はずっとストームクルーザーの上下を入れてたよね、うん、ってた。ただやっぱりあんま着なかったし、結局着ると暑くて蒸れちゃうっていうか、とかがあったりしてね。当然風が強くて、そうだね、強風下では安全に選んでちゃんとレインは着た方がいいかなとは思います、うん、ちょっとこれですごい強風吹いたらどうかって言われるとちょっとね、ちょっと心配な部分はもちろんあるかな、うん、耐水圧とかは問題ないけど、ちょっと風がこう感じたり、ね、雨の、うん、雨感をこうねポツポツこう感じたりもするんで、多少それが体力がこう落ちたりするんで、確実に大雨降ったりするときはやっぱストームクルーザーとかあるですね、稜線とかは安心です、ね、うん、ずっとこれで大雨で稜線で吹かれるとちょっとそう、ね、うん、リスクはあるけど、結果的にはもうこれを、うん、それをメインで使ってアルプスではもうほとんど使っているっていうような、うん、そんな感じですね、うん、そんな感じだね、うん、なんかやめられなくなったね、うん、これはいいですよ。パンツも同じ感じだよね、うん、あんまり履かないけど、でも防寒としても使えたりして、そう積極的に使えるよね。それもすごいいいなって思うけど、これより分厚いとちょっとあんま着ないもんね。そうね、これかなり薄いけどね、普通のレインパンツっていうよりもウィンドパンツ的な感じで。あ、そうだね、ウィンドパンツって感じだね、うん、秋の寒い時のね、ちょっと雪若干かぶってる八ヶ岳の時とかはこれ使ったね。朝とかね、うん、稜線出るからっつってこれかぶって履いたり、で、あとまあね、もちろん防水だから、うん、雪の時とかは、ね、いい。これめっちゃちっちゃくなるよね。めちゃくちゃちっちゃくなる。これで、まあ、コップにスポッて入っちゃうぐらいちっちゃくなるんで、ね、だってこういうのでだいぶ変わりますからね、レバニューとのサイズ感、うん、ね、こういうの、このレインパンツとかって消耗品だから、ね、モンベルさんはすごく安くて品質がめちゃくちゃいいから、うん、いいですよね、いいという感じで、はい、今この仕組みで言ってます、まあ、もっとね軽くていいものもあるんでしょうけど、そうだね、これでしばらく行ってるっていうような状況です。はい、はい。